書世紀と翻訳された、ノストラダムスの著書の扉の項。書世紀は、16世紀フランスの先生術師、ノストラダムスの主著、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集の日本における放題の一つ。作家である、後藤つトムの著書、ノストラダムスの大予言によって広まった名称。現代の中のレプロフォティを直訳すると予言集となる。 予言集の主要部分は各巻ごとに、センチュリーと名付けられた4行詩集であり、その複数型レセンチュリーズは予言集そのものを表す解消としても用いられている。フランスの代表的な百科辞典、ラルース百科辞典などでも、その意味での項目が立てられている。センチュリーの語源は、ラテン語のケントリアで、フランス語のサンチュリはそこから派生したものである。サンチュリの原理は、 100の集まりであり、各官に詩が100編あることにちなんでいる。日本で、ノストラダムスが、それほど知られていなかった時には、フランス文学者の渡辺和夫や渋沢達彦はこれを、歌100編、100詩編などと訳していた。しかし、英語圏の文献であったカートセリグマンの、魔法を1961年に訳した、平田博士は、英語のセンチュリーと混同したためか、 これを、書世記と訳出した。ルポライターの後藤ツトムは、発売3ヶ月余りで、ミリオンセラーとなった、ノストラダムスの大予言において、ノストラダムスの予言集を、書世記と訳しただけでなく、その現代を、レシエクルとした。初の普通は大役版となった、ノストラダムス大予言原点、書世記でもこれが踏襲され、書世記というわけ章が採用されただけでなく、 レシエクルまでが現代としてカバーに書かれた。レシエクルを現代とする論者は非常に限定的ではあったものの、書世記という名称自体は広く用いられ、筑波大学教授のフッツ文学者、竹本忠夫のように誤りと知りつつも広く知られているからという理由で、あえて書世記を用いるものも現れた。世界大百科辞典や工事園など複数の辞書、辞典類でも、 書世記が採用されている。フランス語のサンチュリには確かに正規の意味もあるものの、本来は詩を100編集めたことから付けられた名称であるため、これを正規の意味にとるのは語訳であると、仏文学者などからは指摘されている。1990年代に入ると、清水和夫などが書世記は語訳であって、百詩編集とでもすべきだ。またそもそもレシエクルは、 古藤による創作された現代であるとする論人を張った。古藤はこれに対し、次のような反論を展開した。これに対しては、清水和夫や山本博士が次のような反論を寄せた。古藤は、ノストラダムス自身は、実著のタイトルをつけていないと主張しているが、実際には、予言集の第一序文で、我が予言集と呼んでいる。また、秘書だった、ジャンエメド・シャビニーも、 ノストラダムス自身が予言集と付けたと証言している。海外の書誌研究などでは、レプロフォティを版元が付けたと中記しているものはない。なお、日本以外での工程版の成果などを取り入れた、高台サムと伊藤進による省略ながら優れた役所、ノストラダムス予言集では、全体を表す名称として予言集が採用されている。 清水ピアニッシも13から 14? 竹本忠夫寛役、ノストラダムスメッセージ 2P244 の役中、高田、伊藤 P333 清水ピアニッシも151から155、後藤勤務、ノストラダムスの第4年、最終回答編小電車、1998年、ピアニッシも224から226、 清水ピアニッシも21から25、山本 P54 フランス史の専門家の中には、宮下志郎のように、レプロフォティを大予言と異訳する者も,もいないわけではない。チャビに、ラプレミアフェイスで、ヤヌスフランソは、リオン1594、15 P6。ただし、シャビニーの証言には、様々な誤りが指摘されているので、これも真実かどうかはわからない。 この点について実証的な検証は行われていない。ありがとうございます。